エリシャは、旧約聖書の登場人物で、紀元前旧世紀代のイスラエル王国で活躍した、預言者である。シャファトノコエリシャとして、列王記上の十九章で書出する。彼の活動期間中、イスラエル国王では、アーハズや、ヨラム、イエフ、ヨアハズ、ヨアシと、国王が変遷している。彼は預言者エリアの弟子として有名で、死の意志を受け継いで国内に蔓延していた。 偶像崇拝との戦いに邁進した。また、様々な奇跡を行ったことでも知られている。聖教会で、エリセイと呼ばれ、聖人とされる。アハブオの時代、王妃イゼベルに命を狙われたエリアは、身を案じて、市内半島の砂漠地帯へと逃亡し、ホレブ山に身を潜めた。すると神が現れ、彼に三つの使命を与える。それは、ハザイルを性別して、 アラムの王に立てること、ニムシの子、イエフを性別して、イスラエルの王に立てること、そして彼の後継者として、アベル・メホラの農民シャファトの子、エリシャを指名することであった。エリアは、その後、ダマスコへと向かうのだが、その道すがら畑を耕している若者、エリシャを見出す。そして、自らの象徴として周知されていた毛皮の衣を、彼に投げかけたところ、 彼はすぐさまで死として従った。それからおよそ8年間、エリアの焦点に及んで彼から預言者としての礼を受け継いで独り立ちするに至るまで、エリシャは忠実な僕として同伴し、養育者でもある死に仕えていた。ただし、この期間の出来事については、聖書文献は多くを語っていない。エリアは概ねイン遁ン生活を送っていたものの、 イスラエルの神への信仰心を捨てた権力者及び回収と幾度となく争った。そのためエリアの驚くべき形での突然の焦点という出来事を前にしてエリシャは彼から願い事を問われたのだがこれに関してハザルは注釈においてエリシャは死の2倍の力を望んだと論じている。またその見解に基づいてエリシャの言った奇跡の数が エリアのそれの2倍であったとも述べている。これがエリアとの別れ際のエリシャの言葉である。エリアの焦点の直後、死の象徴であった毛皮の衣が落ちてきた。エリシャはそれを使って夜ン側を二つに分けたのだが、これがエリシャの言った最初の奇跡であった。また、この行為によって他の預言者の仲間からエリアの正当な後継者として認められたのである。それから、 自らが死ぬまでの約60年の間、予言活動と奇跡の業を絶やすことがなかった。彼はイスラエルを代表する予言者として、剣をたる地位を確立するのであった。エリシャについて語るには奇跡を抜きには、語れないほど、彼は多くの奇跡を行ったとされ、また、彼はその奇跡によって、名を成した人物でもある。以下、重だったものを紹介する。 ナーマンの贈り物を断るエリシャ・ピーター・フランスで、グレバー、列をキシ下に残されている数々の奇跡団は、エリシャが社会的弱者の救済を惜しまない義人であったことを物語っている反面、彼の気難しくて激しやすい性格、さらには無慈悲で残酷とも取られかねない人物造作用を醸し出していると言えよう。とりわけ、エリコからのキロの途上。 町から出てきた子供たちに、とからかわれた際、神の名において、子供たちを呪い、その結果、四十二名の子供が熊に襲われたとする、逸話はあまりにも有名である。ハザルによれば、この古事から、根も葉もない、何の根拠もないを意味する慣用句、が生まれたとしている。他にも、自分が断ったナーマンからの贈り物を、従者げハジが着服した際、彼に、 ナーマンの皮膚病をわずらわせて破門したという逸話もある。国民的な預言者として活動していたエリシャの影響力は国家の政治、並びに軍事戦略といったものにまで及んでおり、例えばモアブに対して戦線復刻したイスラエルの王ヨラムとユダの王、ヨシャハトとエドムの王が遠征の途中で水不足に陥った際、エリシャは和ジに水が溢れることを予言し、 彼らの圧倒的な勝利を約束する。また、サマリアがアラムのオーベンハダドに包囲されて深刻な飢餓がもたらされた時は翌日に解決すると予言したのだが、それはアラム軍の謎の撤退という形で実現している。また、イゼベルによって国内に広められた偶像崇拝との戦いをもエリアから引き継いでいたエリシャはヨシャガトの子イエフニッシャを使わし、 彼が大いに尽くとする予言を伝える。イエフはヨラムに対して謀反を起こし、イゼベルを殺害する。こうしてオムリ王朝を転覆させ、イスラエルから偶像崇拝の風習を払拭したのである。列王記下の記述を単純に読む限りでは、子供たちがと言ってエリシャをからかったのは彼の外見上の特徴を見たからだと受け取れる。だが、一部の注釈家たちによれば、 子供たちはエリシャが自分たちの町の収入源を、から、このようなヤジを飛ばしたと解説している。つまり、エリシャによって、水を清められるまで、エリコの住民は彼らの町から水を買っていたというので、ある。また、エリシャの業績が忠実に、列王き下の記述に反映されているならば、彼がエリアと死別したのはまだ青年期の頃であったと、推定される。よって、 その直後に浴びせられた子供たちのヤジは彼の容姿には関係なかったとも考えられるのである。一方のエリシャはこの発言に対して次のような行動で答えている。一見したところ、この恐ろしい出来事は予言者の振る舞いとしては到底、ふさわしくなく、また子供たちが受けた罰もその罪と比較して釣り合いが取れているとは思えない。ハザルもその注釈において、 預言者のこの行動に不快感を隠せないでいる。一方、バビロニアンタルムードでは、エリシャは預言者としての生涯の中で三つの過ちを犯したと述べている。それは、熊に子供たちを襲わせたこと、従者、ゲハジを破門したこと、そして彼自身の死であると。エリシャは、旧約聖書の登場人物の中でも、とりわけ魅力のある人物の一人とされているのだが、 それは予言者らしからぬ人間的な苦悩を背負いながらの人生であったことが描写されているからであろう。ハザルの注釈においても彼の業績に対しての反論は決して単純なものではなく、いずれにせよ予言者としての彼の生成を記念しているのである。ヨアシ王の時代、エリシャは死をもたらす病を患った。それを知ったヨアシュは彼のもとを訪れ、 その偉大な業績に敬意を表したのだが、その際、エリアとの別れ際に、エリシャが叫んだのと同じ言葉で、哀悼の字を述べている。エリシャは、アラムトンの戦における、イスラエルの圧倒的な勝利を予言したのを最後に、不死度で息を引き取った。数世紀前に、パレスチナを訪れた、旅行家の中に、サマリアにあるシャイフアリの墓とシャイフエリアスの墓の、 いずれかがエリシャに関係していると主張する者がいた。その墓とされる記念碑は現在、シケムからケハルサバに下る道すがらにあるシャイフエリアスと呼ばれる村にあるのだが、それはかつてこの村の北部にあった集落の名称、シャイフアリーにちなんで建てられたとも言われている。また、エリシャの死に関する描写の中に、イスラエルの王、ヨアシュが下ってきて、訪れという記述があるのだが、 これは伝統的にサマリアから海岸地帯へ向けての旅程であったと解釈されている。エリシャはその死後に及んでもなおも奇跡を行ったとされている。彼が埋葬されてからおよそ一年後、ある人物の遺体が同じ墓穴に投げ込まれたのだが、エリシャの骨がその遺体に触れたところ、その人物は自分の足で立ち上がったとする逸話が列王き下には残されている。 アハズヤは、お前たちに会いに登ってきて、そのようなことを告げたのはどんな男かと彼らに尋ねた。猛威を着て、腰には皮帯を締めていましたと彼らが答えると、アハズヤは、それは、テュベシュ人エリアだと言った。列王記下一八8キリスト聖書塾、現代ヘブライ語時点 P190、列王記か、5時20分 -27。ありがとうございます。